ヘスより大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回でなんとかね、一周目を、まあ途中階にね閉じ込められたり、急に鉄おじさんに襲われたりね、いろいろとありましたが無事に終わらせることができまして、今回からは2周目に入っていくということになります。まあ結構みんな死んじゃいましたけどね7話でね、俺とヨシオ以外死亡しましたが、2周目か。まあ1周ね終えて、それぞれのね話を1話ずつですけど聞き終えたので、まあ各語り手のテイストというかね、パワーバランスと言いますか、うん、まあなんかこういう感じで来るのねみたいなのはね分かりましたよね。だからこっからがね本番かなって思いますけど。で、2週目の1発目はまあもう1人ずつずらしていけばいいでしょう。カズコバさんで行ってみたいと思います。カズコバさんは1週目ではひなきちゃんのね話で、この村に伝わる怖い話っていう感じだったと思うんですけど、まあその路線でね、いくらでも話作れると思うから、この村ね、やばいですからね。その感じで来るのか、あとは実体験系だったらね、面白いだろうなと思うんでね。よしおも出そうだしね。まあちょっと行ってみましょう。カズコバさんの1話ですね。お願いします。曲がいいよね、カズコバさんはね。すごい落ち着くわ。あら、最初は私なの？なんだか緊張するわね。怖い話なんて久しぶりよ。まあ、パート6から10まででしたもんね、ひなきちゃんね。まあまあ前ですね。それにしても、よりによって、この部屋を選ぶなんて、ここは出るって言ったでしょ？この部屋に出るっていうか、なんか、まあいろいろありましたけどね。一周目ではね。どうしてかわからないけれど、この部屋にお客様を招くと、みんなすごく寒がるのよ。うん。ストーブで温めても、どこからか隙間風が入ってくるのよね。ほら、今日だって。あんたたちわからない？冷たい空気がゆるりと流れてくる感じ。この客間、みんなが気味悪がるのよ。潰しては。潰してはいかがでしょうか。部屋って使われなくなると、いつの間にか虫が湧いたりするでしょ？まあ、人がね、ちゃんと住んでないとね、どんどん劣化していくって言いますよね。ここはきちんと掃除しているんだけど、人が使わないから空気がどんどんよどんでくる感じがするの。この部屋にまつわる怖い話か、もしかして。気のせいかしらね。ここで平気な顔をして遊んでいた子もいるし。ふふ、陽子ちゃんのことよ。僕ですか。ねえ陽子ちゃん、この客間好きだったわよね。縁日で折り紙を買ってあげたら夢中になって折っていたでしょう。子供の頃はここで住んでたんだっけ。遊びに来たタイミングでかな。みんな知ってる？折り紙って実は不思議な力があるんだってこと。おー、折り紙の話。あれはただの四角い紙切れよね。でもあれ一枚でいろいろなものが作れるでしょ。そうだね。なんであんなにいろんな折り方があるのかわかる？ほーん。なんだろうね、なんか、あんのかな？怖い話に繋がりそうな何かが。これはじゃあちょっとわかんない。無知でいきましょうか。わかんないっす。あら、そう。折り紙ってね、様々な時代でいろいろな儀式に使われていたのよ。おまじないのようなものから村を挙げて行うものまで。ああ、この村特有の折り紙を使った儀式があるんですかね。だから折り方もいろいろあるわけ。残酷そう。わかんないけど。今だって使われているでしょ？あ、でも千バズルとかね。あれもいわばまじないの一種ですよね。俺も作ったことあるけど、職場で人がちょっと倒れちゃった時とかね。今でもやりますよね。ほら、七夕の短冊とかさ。あれ折り紙で作ったことあるでしょ？うん、確かに短冊折り紙で作るね。実はね、この村でもあったのよ。折り紙の儀式が。それも村を挙げてするようなものがね。へえ。ねえ、陽子ちゃん。
前に小さな可愛い船を追っていたわよね。それがどんな儀式に使われていたのかも知らないで。ふふふ。なんすか。船を追うの？儀式で。教えてあげようか。折り紙の船ってね。死人の魂をね、弔うために使われていたのよ。普通は中に形見の品を入れて。でも特別にこんなことも行われていたのよ。畳の品を折り紙の船に入れて川に流す。罪人の魂を諌めるときにね、折り紙の船に石を入れて流していたの。罪人なの？なぜかって、死刑になった罪人は石で撃たれて殺されるのが常だった。ええ、それいつぐらいの話してるんですかね。昔だよね。未だにやってんのかな。罪人を石で撃って殺しているんですかね、この村では。その可能性もあるが、まずは人の頭、人の頭ほどある大きな石で。罪人がぐったりしてきたら、手のひらに乗るくらいの石で眉間を叩かれてね。最後に罪人の眉間を叩いた石には、その魂が宿るとされていたの。それを流すってことを川に。この村だから川に流してその魂を清めようとしたわけね。罪人の呪いを避けるための儀式だったのよ。でね、その儀式で折り紙の船を流していたのはどんな人だったと思う？役人、隣の家の人、罪人の家族。まあ、いや、どうですかね。隣の家の人、それやらないといけないっていうルール結構きついよね。やらない人もいそうだし。普通に考えたら家族かな。3番で言ってみよっか。そうよ。死刑になった罪人の家族が折り紙の船を流していたの。まあ家族にとっては弔いの儀式になるわよね。他人がどう思うとね。まあ罪を犯していても、家族は家族だからね。あ！この曲この感じ、冒険に出たい感じですね。なんかね、鉄おじさんが行きそうですね、藤沢たちと。昔、イサオとマイって夫婦がいたんだって。え、これめっちゃ昔の話よね。日本昔話的な感じだよね。イサオは他の村からやってきた流れ者。何百年も前の話として受け取って良いだろうか。マイは若くして親兄弟を亡くし、一人で今にも壊れそうな家で暮らしていた村の女だった。夫婦なんだ。そして村人はイサオのことをあまりよくは思っていなかったの。あいつはどこから来たのかわからない。得体の知れない奴だ。なんて言ってね。マイはイサオに騙されてんだ。あの男いつもニヤニヤしてんの？ニヤニヤしててよ。何考えてるんだかわかんねえぞ。変なことでも企んでんじゃないか。いつもニヤニヤしてる人。あ、よかった。これ、風間さんの、風間イサオかと思ったよ。イサオは愛想のいい男だった。うん。大丈夫そうね。それが裏目に出たのね。いつもニヤニヤしてるって言われるとすげえ不安になるんですよね。なぜだかわからないけど不安になるんだよね。イサオのやつ、悪さでもしなきゃいいけどな。前と二人っきりで暮らしてるんだろ？見張るやつがいないじゃないか。危ないな。あいつには気をつけてなきゃ。ああ、村社会だな。村の噂なんてそんなもんよ。よそ者には冷たいわけ。なんとか打ち解けられればいいんだろうけどね。だからイサオは村で仲間外れにされていてね。なかなか仕事にありつけなかったの。それで毎日別の土地に働きに出ていたんだけど、イサオのやつ、どこで働いてるんだ。なんか実直そうですけどね。この、絵で見るとね。みんな口々に噂し合ったわ。何でも知っていないと気が済まないよね、そういう人たちは。まあわかるけどね。当時は村全体が家族のように干渉し合っていたんだから、イサオにあれやこれやといろんな噂が立ったわ。あいつ隣村で盗みを働いているんじゃないか。出かけてもブラブラ遊んでいるだけかもしんねえぞ。前だけ働かせて、みんな好き勝手に言い合っていた。でも二人は仲良く暮らしていたの。あ、これ舞さんですか？舞さんもしかして、
翔介という弟とサラサという妹いないですか？違うかな。なんか舞さんを加工して作った感あるよな。あの姉に似てるよな。舞は色白な女でね、ちょっと不健康に見えるくらい青白い肌をしていた。だからいつも赤い着物を着て見た目を良くしようとしていたの。体があんまり丈夫じゃないのかな。いつも赤い着物を着てね。でもすごく器量よしだったのよ。普段は青白い顔をしていても祭りの日に紅なんか刺すと大層生めかしかったって。戻ってくるな。ところで陽子ちゃん、ちょっと見ないうちに大人っぽくなったわね。恋でもしてるの？え、うん、ヒヤ。ヒヤってここでリアクションするやつ俺は信用できねえな。どうしよう、なんか変わんのかねこれで。無言。無言でいくか、まあ普通にえとかでいくか。え、あ、驚いた顔して。なんなんすか、やっぱりね、前とは目の色が違うもの。目の色が？ねえ、よく言うじゃない、恋をすると変わるって。綺麗になるとか生き生きするとか言うけれど、なんだかそんな感じよ。この顔腹立つな。ねえねえ、誰のことが好きなの？まさか私の知ってる人だったりして。イサオと前の話はどうなったのよ。あら、ごめんなさい、怖い話だったわよね。話を戻すわ。本当に戻すだけか。なんだろう、なんかあんのかな。前は色白だったってとこまで話したわよね。だからね、彼女はか弱い女に見られがちだったんだけど、実はそうでもなかった。舞ってすごく気が強かったの。そうなんだ、イサオが現れるまでは一人で生活してきたんだもの。強くもなるわよね。村人がどんなにイサオを悪く言おうと取り合わなかったし、イサオのことで村人と口論になることもよくあった。舞が認めるっていうことは、イサオはいい男ってことですよね。これじゃあ村のものは面白くないわよね。舞のことを好きだった男なんか特にね。そういうやつもいいんだ、やっぱ。お？なんか、ほがらかそうなおじさんが出てきたね。ある日、イサオが折り紙の船を、川に流しているところに、ヘイタという村人が通りかかった。これがヘイタかな？イサオ、折り紙の船を川に流したの？ヘイタは舞の幼馴染でね、彼女のことをずっと好きだった。ああ、そうなんだ。から、イサオのことは特に悪く思っていた。この絵だけ見るといい人そうではあるけどね。そっか。まあ、イサオが来る前に自分の気持ちを伝えることはできなかったんだよね、ヘイタは。体が大きくて乱暴者のヘイタを、あ、そうなの、舞は嫌っていた。乱暴者なのか。もうすげえ陽気そうなんだけどな、見た目だけだと。何してるんだ？ヘイタは不審な目をしてイサオをなじったの。なんでもねえ。イサオはそう言ったきり何も語らなかった。怪しいな、ちょっと来い。この村では折り紙の船って大切な儀式に使われていたんだもの。子供さえ遊びでも作ったりしなかった。日常的にやるのはタブーなのか。これは何かあるってヘイタは思ったの。ヘイタはイサオを無理やり役場へ連れて行こうとしたのよ。やろう、何するんだ。イサオはヘイタがなんでこんな態度に出るのかよくわからなくてね。随分嫌われたもんだと思いながらその場を逃げた。お、ちょっとこれはヘイタかい。さっきのまあ撮り方か、カメラの。ちょっと悪そうだね、これで見るとヘイタね。あいつ逃げやがった。折り紙の船なんか流して、まさか人殺しでもしたんじゃないだろうな。ヘイタはみんなにそのことを触れ回ったの。人の魂を鎮める儀式としてあるんですもんね、この村ではね。びっくりしたのは舞よ。ヘイタの言うことをそのまま信じたわけじゃないけれど、折り紙の船を流すなんて何かがあると思ってね。なんで流してたのかね。まあでも一人で遊んでたっていう可能性もなくはないですけどね。でも伊佐さんが人殺しなんてありえない。あ、もしかしたら伊佐さんは。舞は伊佐が川で何をしていたのか大体の予想がついた。
うん、それで功と話をしようと待っていたんだけれど、彼はなかなか帰ってこなかった。あ、帰ってきた？ただいま。功が帰ってきたのは深夜になってからだった。あちこちで村人に追いかけられたから、なかなか家に帰れずにいたのよ。村人総出で追ってんの？そこまでのことなのか。船を流すっていうのは。ただいま。あれ？舞？部屋の中はシーンとしていた。え、今度は舞がいなくなっちゃったの？いつも舞が粥を煮ている囲炉裏に火がチロチロ燃えているだけ。舞はどこにいるんだろう。火をつけっぱなしにして。どうしよう。舞に何かあるのはきついな。トイレを探すか、寝所を探す。でも火つけっぱなしなんだよね。そのまま寝ちゃうってない気がするから、可能性があるのはトイレかな。トイレ見てみる。あ、このトイレね。ここでトイレにまつわる怖い話来るかな。舞、川屋かな。川屋ってわかる？今で言うトイレのことよ。なんだかんだやっぱトイレの話多いっすよね。つきこもりもねマイナスの気がね、集まりやすいからね、トイレは。その頃はトイレやお風呂って家の外に作るものだったのよ。下水道なんて発達していなかったから、庭の土に汚水を捨てられるようにしていたのね。その日はすごく肌寒かったそうよ。イサオは白い息を吐きながら庭に出てトイレまで歩いた。イサオ、不意にイサオはトイレの前で背後から肩を叩かれたの。誰だ。うわあ、男ののぶとい声で呼び止められて。平太か。イサオはゆっくりと振り向いた。誰だ。ああ、平太だ。誰だじゃねえぞ。あんた川に何を流していたんだ。それは平太だった。こっそり庭に入り込んでいたのよ。また川か。いい加減にしてくれ。それより舞よ。舞がどうかしたのか。まさかお前舞に何か。え、その時トイレから何か崩れ落ちるような音がしてね。ギギッとトイレの扉が開いたの。舞。え、舞は真っ青な顔をしてトイレの壁に手をついていた。青白い顔が闇に溶けるようで、赤い着物がひどく浮いて見えてね。それからもう大変よ。いさ、お前舞に何をしたんだ。何をって、舞どうしたんだ。うわ、暗闇の中から平太に呼ばれた村人が何人も出てきて。なんでだよ。イサオを引きずっていったの。舞は話せ、やめて、うぐ。その時舞は生きてんだよね、普通にね。その時舞は立ちくらみがし、地面に手をついてしまったの。舞はただ単に気分が優れなかっただけだったのに。うん、平太が勝手に誤解した。イサオが何かしたんだろうと。やめろ、何するんだ。イサオはかなり遠くまで引きずられたわ。うるさい、前に何をしたんだ。何を企んでいるんだ。平太も必死よ。イサオが暴れれば暴れるほど切羽詰まった状況になっていったの。前が倒れたんだ、言ってやらないと。そうだよね、まず前の容態があれじゃないの。そんな嘘をつくな。イサオ、何か企んでいるんだろう。なんだと。それからはもう取っ組み合いよ。平太や何人もの村人とイサオ一人で。殴る蹴るの暴行。イサオは何度殴られても立ち上がり、みんなに向かっていった。平太たちはイサオを寄ってたかって縛り上げたわ。ひどすぎるな、ちょっと。イサオの頭を地面に押し付け、手を後ろに回させて、おとなしくしろ。イサオが頭を上げると、それを強く地面に叩きつけて、地面に顔を伏せ動かなくなったイサオの手を平太は頑丈に縛った。そしてイサオを立たせようとした時、平太は気づいたの。イサオが頭を強打して死んでいたことに。ひどい。そんな夜が更けて、舞は次の朝目覚めてね、イサオが連れ去られたことに気づき、村のあちこちを探し歩いたの。
村人は誰もイサオの行方を教えてくれなかった。かわいそすぎない？マイは夕方まで探し歩き、やっとイサオを見つけたの。イサオは、小さな、シャベルとかある時代なの？小さなシャベルで引っかいたような傷を額につけて死んでいた。処刑台の上で。ちょっとどれぐらい昔のね話なのかわかんないけど、今の感覚だとねものすごい不条理ですけど、昔だったらありえたのかなとかね思っちゃうよね。ねえみんな、この村の北の方に石舞台があるのを知っている？石舞台行く？今からいくつかの大きな岩を組み合わせたテーブルみたいな石舞台、あそこにはしめ縄が張られて立ち入り禁止になっているのよね。あそこが処刑場だったんじゃないかって私思っているんだけど。明かされてないんだ、何のための石舞台だったかは。てかそんなしめ縄で張られて立ち入り禁止になってるところがあるんですね、この村には。石でできた処刑台の上で、イサオは目を開けたまま死んでいた。ヘイトはイサオが罪を犯したから処刑したということにしようとしたのよ。はあ。いやあ。前は激しく泣き崩れたわ。そしてヘイタの家に抗議しに行ったの。復讐だよ、もう。こっからは。でもヘイタは下り顔でこう語ったのよ。前、早く忘れるんだ。そして前の手に細長い石を握らせたの。イサオを撃った石？これを預かってきた。折り紙の船に乗せて。川に流してくれ。その石はイサオの眉間を打った石だった。ひどいよね。それもまた運命。これはなん俺の感想として？いや、ひどいよ、それは。そうよね、ひどいわよね。ああ、行っちゃうのか。よくもイサオさんを。前は石をつかむと、平太に踊りかかったの。赤い着物を翻して、彼の頭めがけて石を振り下ろそうと。やめろ！ヘイタは抵抗してね。避けるもんだから顔や腕に石が当たってあちこちが血だらけになって。でもマイは取り押さえられたのよ。ヘイタの力にはかなわなくて。ああもう嫌だわね。こういう時にはぐさっと復讐したって話の方がずっとするわよね。そりゃカズコおばさんはそうでしょうけど。でも平太は舞を取り押さえて偉そうに言ったわけ。舞、こんなことをしたらお前まで罪人になるんだぞ、なんてね。つくづく嫌なやつよ。まあ結局舞は罪を問われなかったんだけれど。だってね。イサオの赤ちゃんがお腹の中にいたんだもん。舞は泣く泣くこう語ったの。イサオが川に折り紙の船を流していたのは、これから生まれる子供の無事を祈るためだったんじゃないかって。願い事を書いた短冊を川に流すと言っていたからって。あー、なるほど。村が違えば習慣も違う。イサオはちょっとした誤解で命を落としてしまったのよ。ヘイタはそれを知って前まで裁くことはしなかったわけ。てかそもそもイサオも裁けるような立場じゃないんじゃないの？ヘイタってただの村人でしょ。イサオの眉間を打った石はヘイタによってお寺に納められた。前は毎日お寺に通ったわ。隙あらば石を盗もうとしているかのようだった。でも結局石は手に入らなくてね。彼女はそのうち村を離れどこかに行ってしまったの。まあこんな村にはいられないよね。そしてしばらく後、いつしかこの村の川には赤い着物を着て、霊になってんじゃん、赤子を背負った女の霊が出るようになったんだって。ってことは
他の村で平和に暮らせたってことではなくて死んじゃったってこと？自ら命を絶ったのかな。拳を石のように固く握りしめて、次は誰を撃ちましょうかってつぶやくみたいよ。それ以来この村では折り紙の弔いは行われなくなったの。ああ、もちろん罪人を石で撃つこともなくなったわよ。本当に？折り紙の弔いをしようとすると前の霊が現れたそうだから。はあ。ああ。じゃあ子供の頃船を折ってたって言ってたけど、流すところまではやってないんですかね、陽子ちゃんはね。ねえ、私がなんでこんな話をしたかわかる？え？実はうちにあるのよ。なんでよ。遺産を打った石があんの？どういうこと？その石を納めたお寺ってうちのご先祖らしい。あ、そうなん？お寺の家系なの？その頃お寺にあった仏像とかはいろいろなルートで他の場所や人のもとに渡ってしまったらしいんだけど、今はもうお寺ってわけじゃないんだね。なぜか伊佐尾の石だけはうちにあるの。もしかしたら誰か処分しようとした人はいたのかもしれない。でも未だに石だけはここにあるの。それもこの客間にあるの。ああ、そうか、この客間でいろいろあるって言ってたもんね。それもこの客間にある仏壇に。信じられない？それなら仏壇の中を探してみる。え？もうじゃあそこまで言うなら探しますか。マジか。ふふ、探すって言ったのは陽子ちゃん？石を見たいのね。いや、俺だけじゃなくて鉄おじさんもなんか見たそうにしてますよ。あとゆかり姉さんも。そう、じゃあ探してちょうだい。位牌は倒さないようにね。ほら、その引き出しの中、その辺が怪しいわよ。自分でやってよ。和子さん、気をつけて。石を粗末に扱うと呪われるらしいから。大丈夫、丁寧に扱えば呪われないわよ。私だって時々取り出して見ているもん。そうなん？時々洗ってやるの。石がそれを望んでいる気がするからね。陽子ちゃん、石を出したらそこにあるお線香を一本つけて。みんなに手を合わせてもらいたいから。うわあ、これあれだ。はあ、なるほどね。そう、それよ、細長い石でしょ。じゃあお線香つけて。ほらほら、手を合わせて。ゆかり姉さんのあのマザーアンジュのお守りの中に入ってた石、あれに似てますよね。さあ陽子ちゃん、その石は仏壇に戻してね。そう、丁寧に。はははは。なるほどね。これ各語り手にあるんじゃないの、石にまつわるエピソードが。あー、だからそれを6個全部聞くと隠しじゃん。これは分かりやすいな。じゃあ次の話を聞きましょうか。ありそうじゃない？ないかもしんないけどね。和子おばさんとゆかり姉さんだけかもしんないけど。でも気をつけて。この部屋は本当に出るんだから。どこからやってくるのか知らないけれど、確かに何かがいるようだからね。まあ、だいぶ無念はあるでしょうからね、伊佐は。さあ次は誰が話すの？まあ、村に伝わる怖い話ではあったけどね。昔話でしたね。セーブしとこう。まあ珍しいテイストだよね。昔、まあそうか、学校だとね、戦時中の話とかもねありましたけど、あれもそうなんだけどね、やっぱり今の価値観ではね測れないというか、今だったらいや、それはないっしょってこう、一緒に伏せるね。ような展開も多いんですけど、いや、タンクトップの道路はねえだろう、みたいな。ただね、昔だと、まあそういう不条理なこともあったのかなとかね、なっちゃうから、辛さはありますよね、特有のね。ただまあ、その辛い話だけでは終わらずに、石がね出てきたところはおーってなりましたけどね。え、この部屋にっ
そこはやっぱ、うん、さすがこのシリーズですねってなったけどな。どうなんですかね、選択肢で変わるのかな。ちょっとね、あの夫婦には幸せになってほしいよね。なんも悪くないもんな、イサオ前夫婦がいい感じに終えれるルート見たいですけどね。まあ次のパートで試してみましょうか。はい、じゃあこのパートはここまでということで、また次のパートでお会いできればと思います。お疲れ様でした。さようなら。